転換だけど、これ彼が主導してんので、自分でコントロールして、ここコントロールできないの、相手なんだから、相手ってのは他人なんだからできないんだよね。だからどうぞあちらへって、どうぞあちらへって言わなきゃいけないの。どうぞあちらへってこうって自分だけ言ってら、彼は自由、ここの手も自由だから彼に渡さないの、この手は。で、彼の攻撃とかそういうの感づいてて、攻撃されないようにどうぞあちらへどうぞ行ってくださいねって、行きたいんでしょう、どうぞ行ってください行ってください行ってください、そういうふうにやってんので、ここをコントロールしてこうやってやったらパッやられちゃうんだよね。ほら、やられちゃうんだよ。だから彼から逃げてるっつうかね、そのここはコントロールできないから、彼の自由意志に任せてあちらへ、あ、ここ取りに来たんだけど僕はいないの、いなくてどうぞあちらへ行ってくださいね、そういうふうにやってるわけだから、コントロールしようと思っちゃダメ。委ねるっていうんだね、委ねる、彼に委ねてんの、こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ、だからこうできるの。だから委ねてないで、コントロールしようと思ったらできないんだよ、これ。その前にこっち来ちゃうんだから、蹴りが来ちゃうんだよ。だから委ねて、どうぞあちら来たいんですか、ああどうぞあちら行ってくださいって言って、この間にもらっちゃった。そういうふうにやりたいのね。そういう話なんですよね。あ、ごめん。で、今日何やろうかなって思って、あ、ちょっと何やろうかなと思ってね、これ持ってきたんですけどね、これは戦闘後のこれで殴り合いをやろうって言ってるわけじゃないの。ブルース・リーみたいにこうやって転換って やろうとしてるわけじゃないのね。ただ単にこれは棒でつながる、紐でつながる。で、戦闘後のことをやろうと思ったの。戦闘後ってのは言ってないから、戦の戦とか戦の後とか剣道とかね、戦の後とか言ってるよね、ああいう話で。合気道っていうのは全部戦、5になったらやられちゃって、ああどうしようもないの。だから気持ちとしては全部戦なんだけど、その気持ちの持ち方っていうかな。で、彼がちょっとね、これは置いとこう。彼が打とうと思った瞬間の前かな、戦の線とかいろいろあるんだけど、まあ線とこうって考え方ね、線とこう上がってきた時も終わってんの。こうで、あとは終わってるってことは彼は打てないの、ここで終わってんので、安全のためにここにいたんじゃ、ボッケンだ、まあ短剣持ってたらさ、こうやってボカってやったんだけど、手相手って手離されちゃったらボカってここ刺さっちゃうんだよね。だから線を外れて落ちてきても大丈夫なように、ここで線は上がってきた時に終わってんの。終わってるからあとは何やってもいいの、何やってもいい、まとめとして一挙の形でまとめてるだけなので、こ一挙の形でやっつけてるわけじゃないの。なんていうの、戦で終わってんの、終わってるってことは上がっていいよ、上がって終わってんので、これどうでもいいの、本当のこと言ったら。で、このまま出ていけば終わっちゃうんだけど、一挙の形でやんなさいって言われるから、こうやってもう終わってんだもん、関係ないんだもん。で、こうやってやってんので、そういう考え方ね、線の考え方はそういう考え方だから、こうやって上がってきたら終わってんので、終わってこのまま出ていけばこう一挙、あ、一挙じゃねえや、こう呼吸法ね、こうやって終わってんの、これ終わってんの、彼崩れちゃって僕はまっすぐ終わってんの、これで終わってんので、あとはどうやってまとめますか、後ろ入ってこうやって落としてくれば一挙の後ろになるの、そういう形っていうことを理解した方がいいのね。
あの形 で一挙の裏、一挙の裏でこの手をやっつけて彼の重心をこうやってやってるんじゃないの。だから海藻は合気道全部線だよって、上がった時に終わってんの。終わっててこういいとこ来て、あとは関係ないの。彼どうなってるかね、まとめるって、どうやって合気道の形でまとめるかって、そういう話だから、だからそういうのを理解してやりたいと、最初線のね稽古をやりたいと思うんですね。こうやって上がってきて終わってんので、終わってこう四方投げ、これまとめてるんだから、これでやっつけて、パッて、この手をやっつけて彼をやっつけてるわけじゃない。これで終わってんだけど、終わってんだけど、こっちでもいいよ、終わってんだけど、こうやってあとどうやってまとめるか、まとめてるかって、そういう話だからね。そういうことを考えて、じゃあ正面打ちで、正面打ちで線、正面打ちで上がってきたと一緒に、上がってくる前かな、終わってる形で、彼が打てない状態、こういう形、もしくはこういう形、どうでもいいやな、要は線だよ、要は線なの。もう終わってんの、あれこのまま出てきゃ後ろ形だし、変わってくればこういう四方投げの形で、いろんな形できますから、全部そういう形、全部そういう形だから、あの技でね、入り身投げて相手やっつけるって、そうじゃないの。線で終わって、形として、まどうやってまとめるかって話だからね。入り身投げでまとめてるだけ。まあじゃあそういうことで、いろいろ自分でできることいろいろありますよね。です、稽古はあの線の稽古ですから、そういうことを意識してね、上がった時にもう終わってるって、そういう風にやってほしいの。相手が上がってきたら終わってるって、そういう風に上がってきた時に、あーってこう上がっちゃったらダメなのよ、これ5だからね、 5の時はあーって変わるとこう5になれるんだけどね、線の時はこうやって出てるの、打つ前に出てるでまとめてるの。だからどうなってもいいの、これ彼が勝手に、まあそういう話だから、じゃあちょっと線でね、線を意識していろんな形でやってみましょう。あのね、みんな五分五分なの。五分五分ってのはどういうのかっていうと、五分五分ってのは打ってきて、あっこう五分五分、これ五分五分なの。五分五分ってのは五分と五分、彼が上がってきてよいしょって受けたら五分五分で、こっから技、初心者のうちは形とか分かんないから、合気道の形でこうやって持たせて、はい5でこうやって稽古してるの。でも本当は持ちに来た時に終わってんの、そういう風にやりたいのね。あの初心者稽古と、初心者の時と上級者は違うからね。初心者ははい持たして、はいはい持ちましたね、じゃあやりますよってこういう風にやってんの。これ5の技なの、大体5の技なの。おで、こうやって打ってきたら、あよいしょってこうやって合わせてって言ってんだけど、合わせたらこれ五分五分なの。僕もできる、彼もできる、両方できるんだよね。ほら五分五分なの。線の技ってのはで、あっちょっと終わってんのだから、あとは何でもいいの、そういう風にやりたいので、線の技やりましょうったら、線の技を意識してやってほしいの。五分五分の稽古してるわけじゃないから、五分五分でよいしょってこうやって、こっからじゃあ線の技ですって、だいたいね、線の技なのに五の技やったらダメなんだよ。線の技の時は線の上がってくる前に終わってんの、だから線の技でした。そういう風に考えて、それでね、なんでこんなの持ってきたかっていうと、これ紐でしょ、紐で棒ね、でこれ筋肉じゃないの、筋肉なし、ただの棒で、紐、これ紐つながってんので、上がってきたら終わってんのこういう風にやりたいの。上がってきた時に終わって、あちょっとあれだけどね、でこの紐にストレスをかけないで、ストレスをかけないで上がってきた時に振って上がって、それで終わらしたいわけ。
この上がってきた時とこういう突っ張りとかそういうこういう力なくして同じこれずーっと上がってきたら、昔言われたのは同じこと言いますけどこうね、ここつかなんだっけ、こうフック、こう釣り針口にあれしてヒューって上がってきた、あー釣り針釣られちゃったって、そういうふうに上がっていってこういうふうに出てきたのが先頭技。一緒にこれ落ちてきたら5の技なの。で上がってきた時に上がってきたのを自分で上げてんの、上げてる感じ、自分で釣り針を、あ、釣り糸を、あ、釣り竿を、この釣り竿を自分で上げて、自分で こういうテンションで上げてんの。で、こういうふうに入ってるの。それが線の技だからね。あの、落ちてきたのをこうやって受けたら線の技じゃない。それから、来たのを一緒にこう、一緒にここにやったら、これは五分五分。で、その辺、よく分かって理解してね。それで今線の技をやろうって言ってんだから、彼が上がってくるより前にこういうふうに出ていきたいの、そういう話だからね。じゃあ少しもう少し線の技やりましょう。早きゃいいってもんじゃないの、早きゃいいってもんじゃないってな、早きゃいいってもんじゃないってな、手とかまあ来て早くこう上がってくるよね、上がってきて早くこうやって避けてやんなきゃダメよって言ってるわけじゃないの。自分が上がってきたらちゃんと真ん中でやってるの、こうずれてないの。これ早きゃいいって言ってこうやって ずれちゃったらこれは線じゃないの。線っていうのは上がってきた時に自分の真ん中でここで効果的にやってるので、なんだこさ、例えばこういくら速くてもこれじゃ線じゃないってこと分かるよね全体でこうやってんの、全体で上がってきた時に終わってんのこれ終わってんのってことは、全体を使ってこうにやってんの、全体を使ってどこでもいいから全体使ってんの、そして上がってきた時に終わってんの、そういうのを意識してほしいわけで、終わったらあとは、ま、どうやってまとめるかだから、入り身投げでもいいです。これね、これ入り身投げ、いなくなって入り身投げ、後ろにいなくなったら入り身投げ、こっち来たら正面打ちの一挙、これは線だから、もう終わってんだから、こうやって変わってくれば四方投げ終わってんだからね、終わってんだからどうやってまとめるかって話でしょ。まあそういう話ね。それともう一つ、こうやってどうしようかな、こういやこわどうしようかな、あ、それとね、強敵見せろって言うじゃないですか。で、彼が決断しないと打ってこないの、彼が決断して初めて打ってくるの、こうやって、そのために標的見せてんの、こうやって、で、こう終わってんので、標的見せないでこれやったら標的ないんだから来ないんだよね。ここで隙を見てから来るのね、彼はね。あ、そうそう、でも完璧に僕がこうやってやってて、こうやってさあ来いよってやってたら隙見せてないんだから、だから隙を見せるってのが大事で、隙を見せて上がった時に終わってるって、そういう風にやりたいのだからその難しいところなんだけど、まあそういう話だから、隙を見せると大事ね。隙を見せて、あ、やられちゃうの、やられちゃうんだけど、やられちゃう形にしてんの、やられちゃうよって、でも上がってきた時に終わってんだもん、こうやって、そういう、それが駆け引きっていうかな、それが人生の駆け引きだからこうやって終わって、それでやって好きなことやってる、そういう、あとどうやってまとめますかって話だからね。それから5のことをちょっと言います。5のこと、5の時はこうやってあーってこう来て、次がこう来るのね、次足来るのね、だからその来る前に回ってこう、あの線だったらこうやってやって後ろ入れるよ、でこう回ってこれるんだね。
5だったら打たせちゃって、それからこうやって回ってくる。そういう形、2つあるのね。で、5は割と出せて好きに打って、でも自分は安定して空を切って打ってんの。空を切らしてんの。線の時はいたの。線の時は上がった時に終わってね。5の時は空を切らしてんの。こうやって切らしたんだけど、自分が安定してなんていうのかな、追っかけてない、追っかけてなくて足どいて、そしたらこうなってボカってこうね、こうなったって。で、それは5の技。じゃあ5の技も少しじゃあ稽古してみましょう。一番簡単なのは標的を見せて打ってもらって、その時いない、安定してる、で捌くと、こんなに場所あるからどうぞ来てくださいね、それからボカって、ね、そういう感じね。じゃあちょっと入り身投げ簡単だから、入り身投げで予定通り、自分の想定通りのところに打たせんの。来たのが知らねえよってやってんだって打ってきちゃったら、これ5じゃないの。だから上がってきて予定通りのところに打ってんの。僕のおへそのちょうど一番安定してる形のところに打ってもらってんの。予定通りなの。ここは予定通り。ただいなかっただけ。いたらやられちゃうの。でもいないの。いないからこうやって打っちゃって5になっちゃったの。打っちゃったの、彼。で、予定通りなの。予定通りをこうやって、後ろ入ってきたの。だから予定してんの。だから崩れないように。5に打たせた時にね。崩れてコントロールしてるんじゃないの。この手をコントロールして、5になってるわけじゃないの。彼はなるべくコントロール、この手はコントロールしないで予定通りのとこに打ってもらうの。ほら、ここにあるよね、正中線の真ん中だよね。ちょうどいいとこに打ってくれたので、ありがとうねっつって後ろいなくなってこうやって入ったの。ただそれだけなんだよね。だからもう打たれちゃって、本当はこうなっちゃいけないんだよね。こうやってできたんだから、やったら。だから予定通り打たしてるの、こうやって。ほら、おへその前にはいるんだよ。だからこうやって入ったので、こっち、これね、これほんまこうやって押さえてないとね、来ちゃうの、これ。だから押さえてるの、こうやってだから来ないの。そういうふうにやってんの。だから予定通りだってこと、それと予定通り5を取るっていう、そういう形ね。予定通りってことが大事ですから、そういう話で。じゃあもう少し、線の時は上がってきた時に終わってるって言いましたよね。そしてこれ予定通りなの、両方とも予定通り。5の時は見せて、はい、予定通り。自分は曲がる必要はないの、まっすぐ。でここにいると場所、ここ相手の正面にいると、次こういう、あって、こう気がついてんだけど、こういう足とか来るでしょ。だから聞こえるね。後ろ取った方がいいの。後ろに安定してるの。だからこう手を追っかけてこうやらないの。安定しててこう、そのままこうに入ったの。安定してるので、後ろだと振り返ってよいしょってやらないと来ないの、彼ね。で、振り返ってくるときにこの手が来るから、やばいから、こうやってやばいって、これ当たっちゃうからね、これあってなかったらね。だからやばいから、これ押さえてんの。これ以上来ないでねっつってんので、後ろの方が安定してんので、後ろの方に入ったの。そしたらこう来ちゃって、でそれをこうやって上げてきたの。だから何にもしてないの、何にもコントロールしてないの。表に入ってくるときね、線に入ってくるときはこうやってやったら全然後ろに入るんだよね。それからこうやってきて、そしてボカってやったの。ただそれだけの話で、それは稽古やってるとだんだん分かってくるから、線と5だっていう技は、線と
千の技とここがあるっていうのは理解できたら、そう、あとは場所、場所、いい場所取る、自分が場所の取り合いって昔言ったことあるんですけど、場所の取り合いなんですよ割とね。だから自分がいい場所に行くの、そうすると傾かないで、手を追っかけないで、手を追っかけないで、手を追っかけないの、こうやって、で場所もらったの、いい場所、それでこうやって僕は落としてきたの、下で場所もらったの、ほら場所、場所ね、場所もらったの、場所、場所、場所もらってるだけで、姿勢は、姿勢はすごい大事、傾いちゃうとできないの、まっすぐにしてると何でもできるの、これ何でもできるの、いろんなとこ行けるので、足、場所、場所大事、場所大事で、まっすぐ、そういうことの練習だから、これね、あの練習で合気道やってるの、実践で合気道やってる人はいないと思うけど、練習だから。でこういうのってのは、こういう練習ってのは、あの社会生活と同じ、同じこと言ってんですよ、大体ね、大体上がってきた、相手が上がってきたのをコントロールしちゃいけないとか、相手よくかっちゃいけないとか、そういう場所が大事ですよって、相手の立場を考えないで何かやったらやられちゃうんだよね。だから相手の立場考えて逃げ場作っとくとかさ、いろいろ社会でもそうじゃない、だから そういう話で、せんでもらった方がいいに決まってんの、せんでもらって相手がやろうと思った瞬間にこっちが手打ってればやれないんだからね、彼はね。だそういうことを練習っていうかな、社会生活の練習の一環としてさ、同じことやってんだから、同じ合気道は同じだから、社会生活と同じだから、上がってきた時に自分が安定して場所をもらって、そして彼が勝手にやってる、彼をコントロールしない、彼が勝手に打ってんの、ほら、そして自分がいい場所にいて何にもしてないんだけど、彼は勝手に倒れたっていうふうにやりたいわけ。それ社会生活と同じだよね。だから社会生活考えて、じゃあ稽古、いろいろ線とか語とかね、そういうのあるから、あのそういうの考えて、ちょっといろいろ自分ができることね、なるべく姿勢、今回は姿勢を正しくやろう、今回は場所をちゃんと取ろう、そういうことを考えて、あのこういう稽古時間を生かしてほしいんですよね。実際にその実生活だとできないんだけど、こういう稽古場だったらできるからね。まあそういう話、じゃあもう少し、もう少しやってみましょう。はい、どうぞ。あのね、みんなね、こういう手やばいってこういうふうにコントロールしようとすると傾いちゃって、だからやってんですよ。だから線とか語の話ね、してるので、あの普通こう言ってって気になるじゃない、あ、いや殺されちゃうんだ、やられちゃうんだ、殴られちゃうんだ、この足とかね。だからいつも気がついてて、なるべくその効果がないように、ない場所にこういうふうに入ってさよならってしたいわけ、本当はね。でもあるから、あるから、こうなんかこうちょっとコントロールしたい、コントロールしたいの、コントロールを忘れてしまって、自分のアンテナが大事だと思うと、自分のアンテナが大事なんだよねってこういうふうに逃げれるの、これ戦わないで済むので。ね、あの一挙の練習ってあるから、一挙の練習、一挙の形、一挙の形、一挙の形は上がってきたら終わってんの、終わってんの、終わってんので、終わって、あとはどうでもいいんだけど、この手とかこの足とか気がついてて、あんまり近づいてこうやってやったら、この足がボカって刺されて終わっちゃってなっちゃうのね。だからこうなって、こうやって線で終わったんだけど、終わったんだけど、処理の仕方として生き残って、まだ命があったら、彼はこれ刺す、こういうところから、懐からナイフ出してブシュって刺すんだよね、でやばいんだよね。だから終わったはいいんだけど、終わったはいいんだけど、こういうとこ気がついてるってことが大事なの。だむやみに入ってたらやられちゃうんだから、だからむやみに入っていかないで、この手が効かないように、こういうふうに、こういうふうに、こう重心の方ね、あ、やばいやばいって言いながらでもいいけど、ここで安定してるっていうことね。そしてこういうふうに、どうぞって、こっち行きたいんですかって、そういうふうに
やってるって、そういう形ね。で、一つ一つの技はそういうのは学びとしちゃってないんだよね、みんなね。で、裏だったら、うわ裏ってこうね、5になっちゃった。線だったらこうやって線で入ってこれるよ。でも打って、あ、5になっちゃった、あーってなったらやばいって、こういうふうにやってちょっと逃げた、ずっとこうなっちゃった、そういう形ね。あの姿勢とかそういうのはすごく傾くっていうことは、そこにスティックしてるとか、そこにフォーカスしてるとか、そういうことだからね。あのなるべく傾かないように、あ、なるべくそういうことフォーカスしないで、もうできるようなところに行かなきゃいけないわけ。自分を動かして、他人は動いてくれないんだけど自分は動けるの。だからやばかった、こういうところだったらやばいの、これ手とか足とかあるから、だからすぐこっち入ってんの。そうすると手が来ない、足来ない、安心安心なとこでこういうふうに落としてきたの。そういうふうにやってほしいのね。で、いろんな技の形があって、今一丁ね、入ったって入って、そしてこう入ってくるんだけど、受け身の人はこれ刺すね、刺してくる、蹴ってくる。でもこのテンションが弱ければ来るよ、でもテンションがかかってれば来ないの。こうやって来てもあんまり効果ない、テンションが上にかかってから。それでいろんな技の形があるのね。あ、ちょ、こっちに行こう、こっちこっちでこう上がってきた時にこうやって落としてるので、終わってんだけどこのまま行ったら来るの。だからこういうふうに、そうすれば来ないよね、手がね、こっちの手。そして出すと、そういう形ね。で、裏は五の技、主に稽古してるのは五の技。あーってきちゃったんだけど、こういう形ね。線の技でもできます。線の技でもできます。線の技でも、五の技でもできる。でも五の技で、五の技で表はできないの。この技で打ってきちゃって、わー入って入ってないんだから、これパーって動くと待ってんだから、待ってんだよね、これ足とか手とか待ってんのね。だから表は線の技しかできないの。表はもうこれで上がったら終わってんの。そしてこういうふうに入ってきてんのね。じゃあそういう一挙の形でやりましょう。あのねみんな手の競い合いになってんの。こうやってこうやって、ここから競い合いなの。関係ないの、ここ関係ない、終わってんだから、こう終わってんだから、手なんか関係ないの。こう回ってきて、こうやって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 きたら終わってんだよ。だからあんまり手にいっちゃダメ、こうやって、こう手の競争じゃないんだからね。手の競争、ボディの競争、場所の競争なの。だから上がって終わってんだよね、終わったんだよね。終わったらこう来て、自分が入ってきたの、こう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 、全然手なんかやってないの。場所が大事なの、場所ってか、こう終わったら出てきたの、こうやって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 、それだけなのしかやってないんだよ。みんな手をこうここの競い合いじゃねえんだから、いないんだよ、出てきてんだよ、こういうふうにやって、もうさ、その、なんだよ、その、重要視してるとこがちょっと違う。みんな形を追っかけてっから、形追っかけてっから、形通りやりたいの。形じゃないから、意識追っかけてほしいの。手に関係なくて、手に関係なくて、ね、5になっちゃったらこっちに出てきてもいいの。5になっちゃったらこっちに出てきたの。そういう話でしょ。だから 手を、ああ5になっちゃった、手をこうやってやってないんだから、自分がこっち動きましょうね、そしたら下がりますよって、こういうふうに話なんだから。だからそういうふうに その辺ちょっと考えてね。形を追っかけないように、形を追っかけてろくなことないから、まあ合気道上手くないかもしれないけど、まあそういう話。じゃあやりましょう。でもみんなこうやってやってんだけど、これ捨てれないの、捨てれないで、これ全くやりたいの。だから捨てるって意識もすごく大事。
捨てる、この手捨てるの、これいらないの、いらないの、捨てもう、これいらないの、あー来た、いらないの、いらないの、いらないから捨てちゃうの、こっち捨てちゃうの、捨てちゃうの、いらないの、いらないのね。で、一挙でもそう、一挙でもこうやって来てる、来てね、これ持ってたら捨てれないの、捨てれないで、こうずっと持ってんだ、じゃなくて捨てちゃうの、捨てちゃうの、こっち捨てちゃうの、こうやって捨てちゃう、捨てちゃうと意識から外れちゃうから、いらねえんだから、いると思ってんだよ、いらねえんだよ、いらねえんだよ、いらねえんだよ、この手、そういう風にやりたいんだよね。で、ちょっといらない練習、捨てる練習やりましょうね。打ってきました、捨てましたって、こう向こう、ああそうですね、じゃあいいや、こう来てね、転換さっきこうやってやったんですね、であちらへどうぞって言ったの、それと同じだから、こう捨てるの、捨てるの、捨てるの、捨てるとこう捨てる、同じ方向捨てるの、いなくなって同じ方向捨てるの、捨てるの、これ大事にしてると、大事にしてるとこうなっちゃうの、捨てちゃうんだ、捨てちゃうんだ、こうやって向こうへ、向こうへ、いらないから、こっちでもいいよ、こっちでも、こっちでいらない、いらないって捨てちゃったの、内側に入るね、それからこっち今入ったよね、こうやっていらないんですよって、それからこっち、こっち入ってきてもできる、こうやっていらないってね、こ今こっち回転、こっち回転、いろいろできるけど、で外側もできる、外側、あいらないマッサこの3種類か4種類か分かんないけど、ちょっとやってみよう、捨てる練習、手いらないのね、はい、上がってきたら捨てんのね、捨てるの、持つんじゃない、上がってきたらこうやって持つんじゃなくて、上がってきたら捨てるの、こっち上がってきたら、上がってきたら捨てるの、ほらほら、だ気にしてないの、こんな手結構ハッとだったら彼の思い通りでやられちゃうんだから、これちょこっとしてやられちゃうんだよね、だ上がった時に捨ててんの、こっちこっち上がった時に、だから上がった時と打たせた時ってあったけど、打たせた時もこんな手気にしてない、気にしてねえんだよ、こうやって捨ててる、そういう風にやってほしいんだよね、上がった時に捨て、こんなとこ気にしてないの、捨ててんのそうでしょうかね上がって、いや上がってきたのね、今度じゃあ捨てるのやめて、こっち捨ててもいいんだけど、捨てるのやめて、自分だけこっち来ちゃったの、自分だけ、自分だけ場所、場所上がってきた時バーンって来て終わってんのね、これ向こうへやれば終わっちゃうよ、終わっちゃうけど繋がってんの、ここ繋がってんの、繋がってこっち来たので、向こうそれで入れ替わった、ボンで捨てる、そういう感じね、この手、この手のいいところに、いいところに入ってよいしょって後ろをもらって安心、そしてこういう感じと、小手が、小手がしてね、塩投げいい稽古だからね、塩投げって、塩投げってすごい技としてはいい技ね、こうこうやっていい技、いろんな形できるでしょ、こっち入ってもいいし、こっち来てもいいしね、そういう話で、要はこういう足を自由にするっていう練習だから、で姿勢を正しく、姿勢を正しく、普通はねこうこうなっちゃうんですよ、回っちゃってここ忘れちゃうから、ほらほらこれね、足とかね忘れちゃう、でも忘れないの、こうやってもっと忘れないの、とこうほらまっすぐなの、まっすぐで、この手、この手あるよね、で四角入ってんだよね、でこっち入ってもいい、自分がこうに入れ替わってきてもいい、それからこうに来たらこっち今入ったけど、今入ったらこう、このまま入ってきてもいい、これしよう、裏側ね、裏裏、そういう話だから、足も自由にあっち行ったりこっち行ったり、ただ回転するので正中線でこうやって落とすっていうのがすごく難しい、正中線でこうやって上げて正中線で落とす、それがすごく難しい、これ曲がっちゃうから、普通曲がっちゃう、曲がらないように姿勢っていうのはすごい大事だから、まあ少しじゃあやりましょう、どうぞ。